さあ続いてはホネットスマートフォン教室です、はい、スタジオには株式会社ホネットの荒木さんと生駒さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はもう6回目ということなんですよね。もうついに最終回になってしまいました。でも楽しんでいきましょうね。ありがとうございます、はい、今回は最終回にふさわしく華やかでキラキラした話題をお届けしますので、はいはい、このシーズンにぴったりなですねおすすめのクリスマスアプリをご紹介させていただきたいと思います。ー、はい、テーマはスマートフォンでクリスマスムードを盛り上げようということで。なるほど、はい、もし今この番組を見てくれている小さいお子さんがいましたらちょっと違うところで遊んでもらってもいいです。子どもたちに聞かれるとまずい情報なんですかね、はい、ちょっとですね大人の事情がございます。はい、サンタさんがですね来たところを見られなかったってクリスマスの当日になんてですねお子さんにがっかりされちゃったお父さんお母さんもいらっしゃると思うんですよね。そうそうそう、小さい頃は寝ないで待とうとかね思いますよね。でも寝ちゃうんですよね。でも今年のクリスマスはちょっと違いますよ。はい、今年はですね、はい、こちらのサンタ、コラージュというアプリなんですけれども、はい、大きな声では言えないんですがご自宅の写真とコラージュさせて、はい、サンタさんがうちに来ましたよっていう証拠写真が撮れちゃうんですよ。はい、あ本当だ、すごい、サンタさんが家に来ましたね。はい、そうなんですよ、はい、これで子供さんたちに夕べ来てたんだよっていう話がリアルにできますよね。面白いですね。、はい、あと続いてはですね、はい、イルミネーションロードというアプリなんですけれども、はい、こちらはどちらかというとカップル向けなアプリなんですけれども、はい、これからのために行きましょう。ね、はい、このアプリでは日本全国のイルミネーションで飾られたクリスマススポットを紹介してそこまでナビをしてくれるんです。いや見てみたいイルミネーションいっぱいありますからこれは嬉しいですね。そうですね、いろんなところにありますからね、はいはい、ぜひお気に入りのルートを見つけていただいてぜひドライブにお出かけください。はい、でですね、さらにこちらがシークレットレターズというアプリなんですけれども、はいはい、これはメッセージを書いて隠して秘密のメッセージ交換というちょっとこうドキドキするやつなんですけれども、いいね、せっかくなんでちょっと長野さんとやって、はい、事前に書いておいたんで、はい、ちょっと長野さんと荒木さんでやってみて、はい、いいですね。いやいやいや、とこのクローバーのところ触ってください。はい、おお好きだ、ちょっと、ちょっと打ち合わせと違うんですけれども、はい、まあまあこんな感じでクリスマスの、はい、これまで普段ね口に出せないことでも伝えられそうですよね。ぜひ使ってみてください。はい、で最後にですねご紹介させていただくのがホワイトクリスマスというアプリなんですけれども、はい、これはやっぱりクリスマス粉雪が舞い落ちるような感じの方が雰囲気出ますよね。そうそう、ただ当日に雪が降るかどうかって分かんないですよね。はい、まあ、そうですね。そこでこちらのアプリなんです。撮っていただいた写真にこんな感じで粉雪をほんと追加できるんですよ。粉雪出ますね。ねえ、撮ったらいいですね。このアプリさえあればお二人の写真をいつでも素敵なホワイトクリスマスに演出してくれます。いや、スマートフォンでかなりねクリスマスが楽しくなりそうですよね。ありがとうございます。はい、他にもたくさんのアプリがございますのでよろしければアプネット各店または甲府のココリにございますスマートショップに私荒木と生駒の方がおりますので、はい、もうぜひお二人もぜひいらしてください。はい、伺います。もうね、かれこれ6回にわたってスマートフォンの楽しみ方、はい、そして使い方を教えていただきましたが、このお二人でしたらもう親身に対応してくださいます。ぜひココリにお出かけください。はい、本当にこの6回を通して、ね、スマートフォンを持つとかなり世界が広がるなって感じがしましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでコマーシャルです。